始まりました始まりました今日はいつもとちょっと違ってというのも昨日はね実ははい私たちのアイドル階段アイドルはいと言っても男性ですけど木原さんのやし年齢もあるやして木原さんの誕生日でしたお誕生日おめでとう僕おめでとうございます5月の31日で56になりました 56に言えないです、ね。5していてもしょうがない年齢ですか。言えませんよ。てか56でこんな金髪の親父いますか言いませんね。半期 <laughs>、うん、ですよね、<laughs> ね<え>ほんまに。まあ,あの、とりあえず恒例というかね。はい。あのー、まあ、あのー、普通にこれをやりたいなと。 何はやっぱり歌手の日月さんならでは、うん、<laughs> いやいや 2>,、はい、2人で一緒に歌いましょう <Okay> 今日は、ええ、番組にそんな無駄な時間つく費やしていいんますー <Happy Birthday S 2> ハッピーバースデートゥーハッピーバースデートハッピーバースデートゥーハ p ピーバ i スデーハッピーバースデートゥ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 ーおありがとうということで おめでとうございますおめでとうございますい<や>キャラさんおめでとうございましたですね。 昨日ですからね。怖い番組にふさわしくない出だしでしたね。はい。もっと怖くなってもよかったですね。そう。もうええ歌は。はい。ということで。はい。ない、ないか。ないし。この番組30分しかないから。そうですね。ろうそくで我慢してください。そうですね。あの、もう暗闇の中に。はい。私のこの頭にこう刺してる日本のロうソクで。低音ろうそくでいいです。ということで。もうね、お便りが。そうですね。こうえてきました。お便りが。読んでいかないと間に合わない感じですね。どんどん読んでいきましょうか、ほんなら。いきましょうか。 どれきましょうじゃあ、どれ行きましょういっぱいありますけど。えっと、あ、これ、あの、珍しくね、おはがきでいただいてる分がございます。おはがき、あ、本当や。そうなんです。ありがとうございます。これ、一発目じゃいけない。いんでしょうね。あの、読みます。はい。え、三重県鈴鹿市からのお便りで、え、小山澄人さん。ありがとうございます。ありがとうございます。本名 OK とあります。うん。階段です。ほんま。院や 墓地の跡地にできた母校の中学校に、教行でプールを作った当時の校長、プールの完成時、突然死した校長が夜な夜なプールサイドに幽霊として座り込んでいる、プールの工事中、業者の怪我人が続出し、土の中から墓石や人骨がゴロゴロと出てきていたそうです。おお怖い 年齢の割にはこの文面とかイラスト描いてあったりとか結構可愛らしい方年齢おいくつの方ですか47歳うんしっかりしてほしいな47歳うんこれなんですけどねはいはいあの強行でプールを作った当時の校長が完成時に突然死したなんていうのはまあ偶然なんですがそれよりもね夜な夜なプールサイドに幽霊として座り込んでるここが一番階段らしい角なんですけれどもおかしなことをおっしゃるじゃん あ,ありませんか。夜な夜なのプールサイドに、誰が行くんです。すうん、プールって。あの飛び込まれたり、うん、あの異物を投げ込まれては困るので。うん、あの、入ら、入れないように。 フェンスが高く、うん、なんせ学校の管理下にない時間帯に子供が遊びに行って、うん、あの推進されては困るので、うん、皆さんもね学校の頃思い出していただきたいんですが、うんうん、ちゃんとした入り口のところに厳重な鍵がかけられていて、うん、ここからしか入れないようになってたりします。うん、でね夜な夜なプールのサイドに幽霊として座り込んでる校長結構なんですけれども。うん <laughs> プールサイドに人が座ってて、うん、プールサイドをどっから見るんですかというとプールサイドにの目撃というのは、うん、本人がプールサイドにいなければ見れませんはいええ外下から見れません人が座っててもはい、うん、おまけにね夜な夜なでしょ、はい、見えてシルエットですよねそうかこれでプールサイドに幽霊が座っててそれが好調だと断じるという目撃は多分、うん 不可能ですね。あれですかね。よくある学校の怪談的な。その通りですあの、そういうことを見たというふうに騒ぐ。誰かさんがいて、うん、うちにはそういう怖い話があんねんで、知ってるか?。うん、知らん。知らんやろ。夜な夜なプールサイドにな。うん、幽霊座り込んでね。ところで、学校に誰が入ったん?って。えプールサイドに入れん方見えへんよね。プールサイドに入れるの?。うん?。っていうふうに追い詰めると。うん、あっさりとすまんかった。 っていう風になってたでしょうね。聞いた話みたいなゃ。でまあもうね。うん、うん、あの、戦時中にね、病院や基地の跡地にできた母校って書いてありますけど、うん、まあ、あんまりそんなことは、あのー、ないのと、うん、あのー、ね、作ってる最中になんかこうね、あのー、けが人が続出してることと、うん、あのー、墓石や人骨がゴロゴロしてたことというのが一緒になって書かれてたりしますけれどもね、うんうん、普通に考えましょうよ。 病院や基地地の跡地でしょ人が亡くなられた病院や、人があのああ墓地か、人骨なんか墓地にゴロゴロ入れませんって、うん、で病院は病院の敷地内にあの遺体、埋めませんから、それは昔、あのー、どういえばいいんでしょう、あのー、土葬だった時代の。うんあのー まあ墓地があったとし,しましょうやね。うん、そんなのがそんなに残ってる。ただ到底思えないですけれども、うん、あの物を作る時にね。人骨を動かさずに、あの人間の土葬で埋まってる。深さってまあ、そんな深くないです。ねえ。だからも基礎工事の時にあの出てくる。 あのきて、当たり前でしょ墓地なんですから。墓地掘り起こして、人骨がゴロゴロ出てきて、何がおかしいんだと思って、ぐらいで、結構です。墓地じゃないところから、人骨が出てきたら、これはすごいと思、いましょう。うん、そうですよね。ある意味で言うと、という見解でございました。もう一枚言っていいですか。頑張れ四十七歳。はい。ラジオネーム豊島区のママさんより。はい。みさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。 いつもポッドキャストで楽しく拝聴しております。ありがとうございます。東京のものです。東京からですね。うん、ありがとうございますね。うちの家族が幽霊が見える人が多いので、うん、存在を信じてはおりますが、うん、私自身は見えないのでお伝えできる体験談としては、家族が話している話ぐらいですが、自分自身には不可解な不思議なことはよく起きるといった感じではありますと。この番組のポッドキャストを聞いていると、途中でよく止まったり、異音がしたり、再生ができなくなったりは、 日判事です。わざわざ投稿はしませんがと今回すごい気持ち悪いことが起きたのでメールしておくことにしました待ってました前回の4月の27日の放送分を聞いていた時の話です夜聞くのは怖いので笑うとか言ってますねかっこ朝ごはんを食べながらポッドキャストを再生しておりました朝聞き方してますね朝からそしたら突然シリあの iPod とかの「Hey シリ」教えてくれるやつ iPhone とかで寂しい時に会話するやつやそれでもいいと思うそういう使い方も突然シリが起動して聞こえなくなり「えっ?」と思って顔面を見たら「女の人?」と「はてな」ねと表示された顔面が落ちたんですってへえ何事もなかったように戻ったってシリという機能は「女の人」と答えたわけですねつまり。 はい、女の人と出て、はてなっとこう、パッとこうでここ出てくるんですよね。言ったら自分、シリ、うん、を起動して自分が、うん、女の人って、だから音声で言わ,、うん、言わないとそういう風に出ないよね。それで、もちろんラジオを聞いていたので、うん、テレビもつけていなければ、部屋に私は一人、シリを使ったことがある私、人はわかると思いますが、シリに切り替わってから、音声入力にモードが切り替わるまでに少しタイムラグがあるし、ポンと音が鳴って入力が始まる。うん、そうですね。すす確かに。その通り、うん。しかし私が、えっと顔を上げた時、 に,はすでに女の人は表示されており入力しようもし入力しようと思ったら「女の人クエスチョンマーク」って言わないと、うん、その入,そ入力入らないですそこまで言わなあかんやん。 突然のことに箸を持ったまましばらく自分の脳内がフリーズしてしまいましたが、慌ててポッドキャストの画面に戻り、再生残り時間を確認すると、6時45分と表示されていたので、うん、残り時間が7時半ぐらいのことだったのではないかなと思われますと、うんえー。この話への抗議なのか番組へのご意見なのか何か伝えたいことがあってのことかと思いメールを出すことにしました。<う>えー、ご意見よろしくお願いいたしますい<や>ということなんなんか,か強烈ですね。珍しいですね。 うん、あの別にメッセージすれば何もないと思いますが、うん、あのいわゆる機能のミス、うん、誤作動ということでもない限りちゃんと起動していて、うん、起動した通りのまんまのプロ,プログラムで動いてい,、はい、いるとするならば、うん、まあないことでしょうね,ねあの勝手に時々尻入れてしまうので、うん、あの大概の場合は。 あのそれ消したいと思ってバタバタするので、うん、あのシリと喋る趣味な趣味ないので、うん、しかもあのラジオ聞いてるので、うん、いやその時にはね、うん、あのよく聞き取れませんでしたからという文字が出てくるんですよ。そうですね。うんうん、実際<の>、うん、割と自分で喋っていても、うん、あのよく聞き取れませんでしたみたいな文字が出るので、それが表示されたのは聞き取れる音声が あったのでしょう。ということになるので。地理立ち上げるの、ちょっと長押ししないといけませんしね。そうそうそう。そんな瞬間的に。立ち上がらない。うん、あの。不思議な。日常のすぐそばにある会であったと思えると、ちょっと嬉しいですね。これはね。面白いじゃないですか。面白かった、これは。不思議な。しかし、メカや、あの、メカや、あのね、最新の機材が絡んでくる。会は、僕、ちょっと苦手です。機械がわからないので。 あ専門家にと,とってはひょっとすると当たり前の機能なのかもわからないそれやらミスとかねそれやったらちょっとあのもう一個ぐらいちょっといけそうな気がするんですけどもえっとですね 新潟県は新潟市、え、ラジオネーム、バチオさんからです。ありがとうございます。遠いとこからね、またね。新潟、え、拙者の生まれ故郷でもあります。なるほど。はい。え、木原さん、松山さん、日月さん、はじめまして。はじめまして。ポッドキャストで聞かせていただいております。ありがとうございます。人生で怪奇現象や説明できない体験はほとんどしたことがないのですが、いいね。一つだけ覚えてる不思議な体験があるので、語らせてください。はい。私が小学校2年生の時です。うん。 一日の授業がすべて終わり、えー、終わりの回、えー、過去ホームルームを一通り終えると、うん、最後にクラス全員で、さようならと挨拶をします。うん、クラス委員が、今日も一日ありがとうございました。さようならという挨拶の直後、うん、一瞬の静寂の間にどこからか、うん、さようならと耳打ちする時のこソこソ声で聞こえたんです。<ー> その直後に全員で、さようならと元気よく挨拶したのですが、誰もその声に気づいている様子はありませんでした。<う>先生も、また明日ねと言って、えー、気づいている様子はなかったです。<う>私は誰かがふざけていったのかなとその時思いました。しかし、そのこそこそ声の、さようならの直後、確かに、プチッという放送を切るときのノイズのような音と、 ブブブブッとスピーカーの電磁石が干渉する音のような音が聞こえたのです、うん、その声はどこからかではなく放送のスピーカーから聞こえていたのです、うん、小学校2年生の私はよくこんなタイミングよく放送入れるもんだなと不思議に思った程度だったのですが、うん、今思い返してみるとこんなゲートは誰もできないと思いもしかしてと思いメールを書いてる次第です 結局これが何なのかとかそういった部分は分かりませんもし誰かがやっているとしたら驚きですかっこ笑い以前の放送で、えー、録音が止まる現象に比べれば特に怖くもないですし盛り上がりに欠けますが話題の足しにしていただければ幸いですというねうまあ採用されたのですから話題の足しにはなりましたしてください、ねはい、お願いしますいやお願いしますと言われてもというとこですけどもこれスピーカーから流れたというふうにご本人がおっしゃるんだったらば、うん、スピーカーから流れたんでしょう そんなふうなタイミングで声が入るとは思えないと思うのは思い込みです、うん、意外にね、うん、ありえないタイミングという偶然ってあちこちにあるん<お>ですよあるいやあの気が付かないだけなのとあ本当に珍しい偶然ですねというふうに終わらせているだけで、うん、あのだから、えー、どういう意味でいいんでしょうあの放送室から誰かが「 「<laughs> さよなら」っていうふうにレスポンスがないですから誰が何やってるのか分からずマイクに向かって <laughs>「さよなら」っていうふうに声をあ「あマイク入ってた」みたいなような感じでやってたのがその時のご挨拶の時にかぶった可能性はあの「いい偶然だった可能性がありますが」というところですけどもあのそのいい偶然がたまたまあったので本人だけが気になるのが。 あのー、リストの方が書いておられるとですけどもあの他の先生と友達クラスメートたちが全く反応がなかったことの方に本人もおかしいと気づいているので、うんうん、スピーカーから聞こえたということがはっきりしているのならば逆ですスピーカーから聞こえているのがみんな気にしてないことの方がちょっとおかしくないですか、うん、あのこれが偶然だったらすごいタイミングですというところに驚いている場合ではないでしょう。ね、あの割とね あの知らない形で声をかけられるという会というのは結構多いですあの何にもないのに、えー、僕の知り合いがねあのー、学生時代に下宿に住んでいて、うんあのー、ちょっと辛いことがあったんですよ、はい、外眺めながら「うん、もう死にたいわ」 じゃあ一緒にっていう声が聞こえたって、えー、おと思ったけれども、うん、そんなことが聞こえる環境ではなかったというか、うん、あのえっ、ー、と男ばっかりの下宿なので女性がいない、うんはあ、それがね天井裏あたりからじゃあすっごい楽しそうな声でじゃあ一緒にっていうふうにそ <laughs>、うんな楽しそうに言うことじゃないよね。まあね なので、わっ、うん、と驚いたと同時に、自分が実は言うほど死にたくないというのが、その時わかるわけですよ、<ー>死にたくないと思ったから、ううえっと思った、まあ、誰でも弱気になって愚痴ることや、弱音を吐くときはあったりします、はいうん、その弱音や愚痴を吐く一瞬を待っているかのようなものが、そこにいたのかなと、裏読みをすると、ちょっと怖いのですが、うん、それほど驚くほど、はっきり聞こえたって いないはずの女性が男,男ばっかりのアパートなので、うんうん、じゃあ一緒にというですしかもこのタイミングで入っているということは、うん、今まで喋ってないけどこの音声を出した人間そばにいつもいるんですかという怖さがあるから、うん、自分の部屋が急にしばらく怖かった、うん、なので、えー、ネガティブな弱音は この部屋では履か,かない方がいいなと本人はやり過ごして卒業して出てくくんですよ。うん、でね割とね、うんうん、あのねえ木原さん「はいって振り返ったらいなかったということを街中であで声かけられることが何年かに一回かはあるんですよちゃんと名前呼ばれるって。うん、あの木原さん 寄り返るといないなす,す,すぐそばに誰かいるのかもわからない不思議なことにね、うん、今誰が言ったんだろうとキョロキョロするほどの雑踏で聞かれたことがないんですよ、うん、俺しか歩いてないっていう時に、うん、ね木原さんっていうのを耳元でささやかれるから後ろからそーっと近づいてきてっていうふうにあのー、毎回同じ人間ではないんですけど「おい」とか、うん、ねえ とかあのー。という形で声をかけられる場合が多くていちいち返事するんですけどねもちろんあ<ー>あ。途中での歩いてる過程から自分しか歩いてないの知ってるので、うん、あ僕だなと思うから、うん、そういうことがあったりするのであの声をかけられるという会はあるのだなとは思うのですがこれがねスピーカーからどうやら出ているというのとうスピーカーから出てるのならば重ねるようですけどもいあのるのならば重ねるようですけども。 クラスメートや先生が全く無反応だっていうところに「うん、あなたしか聞こえていないのではないのですか?」という勘違いなのかどうかという狭間が見て取れますね。怖いというふうに取らないからこそ面白く喋れるんですけどね。怖くないでしょうさよならっていうなら結構礼儀正しいなんかやんかみたいなふうな、うんうん、これが別な言葉だったらちょっと怖いと思いますみたいな。本当やね、まあ、たまに何年か前か前なおい っていう声を何回かあったんですよ。そう呼び止められるというか。いや、もう普通に、あの、おい、敵声の、ええー、呼んでるのかなと思って。ええ ロってるけど全然そうじゃなくてでもすぐ終わりはなくなりましたえそれようこちゃんのはい妖精かなあ今今思ったけど手にげるあんた妖精と会話してる人間からねこの手のケーきとあれますよ妖精ちゃうの妖精でええやみたいなもうそこで片付くやん片付くやみたいなあのでも声じゃないんだけど肩をトントンって叩かれてうんふいたら誰もいなかったっていうのも実際あったしあるうん肩というか体うんこうポンポンってこう腕とかうんえ っ,てなったら、うん、で誰か当たったんかなにも誰もいないみたいなうんうん、うん、それは陽性じゃなくて <laughs> それも陽性だと思うけど、うん、どんな番組やねこれこれぐらいのことは、うん、あのあるこの世の中にはあるんだろうなと思ってー、ね、リスナーの方に聞いていただけると、うん、そうですね、うん、気にしない程度のレベルですけどもというか多分日常にやってもあ 勘違いかというふうに片づけてるレベルのものというのは実は多いのではないかなと思ってえあの改めてこの番組で聞いたのだからもうちょっと気を止めて。 で観察してみようというつもりで体験していただければいいかなと、うん、ということらしいですよバチオさんですよということでちょっと告知いきましょうかそうですね私から先うかあどうぞはい、はい、どうぞえ今日は6月の1日ということで、うん、私はえっと近々では6月の4日と6月の5日これまたねはい。 ある意味、この番組がきっかけと言いますかね。あの、この番組の大ファンの、スーパーギタリストの、放題サムささんという方がいらっしゃんですかあの、フェイスブックで何度か。はい。知ってますあの、浜章とかの、あの、マネーとかで、でれれれのあの人ですからね。でれれもう有名な方ばっかりでいらっしゃる方の、ゲストで私がちょっと、歌を歌わせていただけることになりましてね。はい。そうなんですよ。で、6月の4日は、えっと、 2回ありますね昼と夜ですね。昼は13時の芦屋松坂亭というところです。そしてああのカフェマニューシュマヌーシュさんというトリオの方とも一緒にやるんですけども。うんうん、そして夜は 会場また変わりまして、甲子園口。あ、変わる。そうなんです。ダートマスクラブというところで、はいはい、これまた18時半からです。はい。そして次の日の6月の5日は、これは13時30分から、また大阪ですね。大阪フィールドクラブというところで、またこの3回ともちょっとゲストで歌わせていただけることになりまして。お忙しいですね。いえい,えいえ、いい、いあの、もしよかった日月をここで検索していただけたらと思います。あとね。うんはい、はい、はい。 実はですね、うん、あの、私ね、舞台が決まったんですよ。おら、うん、<laughs> !8 月の27日、8月の28日え、舞台、未来へ紡ぐ、今をありがとうという、えー、舞台なんですけどね、これ東京公演も終わったみたいで、大阪公演の私、挿入歌を担当するんですね。うん、そして、だったらちょっと出演もしたらということで、ちょっとあの、お母さん役といいますか、手紙を読む、あの特攻隊の舞台なんですよ。なるほど、なるほど。はい そのメッセージを、こう、私が、こう、母親として読み上げるというかね、そういう役柄があるみたいなんですけども、えー、8月の27と28、4回公演になるんですね、これね。27も28も2回公演です。 あの、昼夜ありますので、会場は定人ホールというところです。まあ、詳細などは、まあ、日付を、おひらがなで、検索してください。はい、うん。そええー、八月七日、八月七日でございます。ええー、拙者が主催する大衆プロレス、はい、松山座の真夏の公演がやってきます。うんうん、タイトルは、家業ビンガ。 夏を涼しく俊敏な我であれかっこいい夏が大嫌いな松山勘十郎の自己啓発タイトルでございます <laughs> 汗かきだからそうなんですよもう毎日暑くて、うんえー、本当に今回もですね、はいえー、松山座のレギュラーメンバーに加えまして、はいえー、アジャコングやダイナマイト関西、えーうん、豊田真奈美そして井上貴子など、はいえー、知る人からすればものすごいメンバーが集まりますんで。うんうんうん もう楽しかったり激しかったりそしてちょっと怖かったりとかまさにも遊園地みたいなプロレスという表現がぴったりでございますので夏休みの真っ只中ぜひご家族揃って幾野区民センターで15時から開演でございますのでご家族揃って来ていただけたらと思います松山勘十郎で検索したらいろいろとブログ等と詳細でヒットするかと思いますのでよろしくお願いしますなるほど発売されました ラジオ関西の怖い水曜日が、はい、の話も入っているというつくも会談第9夜、うん、帯はホラー漫画界のプリンス<ー>伊藤淳二先生に書いてもらいましたつくも会談第9夜と第7夜の文庫本が発売されたてです、うんえー、どこであってもサインいたしますので皆さん、うん、ぜひ買ってください今回はね俗山の牧場をはじめ、うん、俗京都の幽霊マンションをはじめ新耳袋の、うん 執筆後、出版後に取材することができた続編が冒頭飾ってございます。ラストにね、うん、猫を飼っている人、ぜひ読んでいただきたいというね<ら>、えー、猫に守ってもらうお話が連続3話で入ってございます。えー、ぜひとも、えー、フロッグマンというアニメ監督と共に取材した松江の会談も収録してございますので、うん、ぜひともお買い求めいただければと思います。うん